写真拡大。ソフトバンクの工藤浩康監督が現役時代に武器とした伝家の宝刀カーブはまだまだ健在なようだ。球団公式ツイッターは通算224勝、左腕の貴重な投球動画を公開。ファンからは開幕投手アルデと称賛のコメントが相次いでいる。工藤監督はこの日、熊本地震の被災地である熊本県立松橋支援学校高等部氷川分校室を訪問。地域の学童チームの選手たちと真剣勝負を行った。えぐい。大人げないボール笑みとコメントが添えられた動画では、工藤監督が投じたカーブを捕手の後方から撮影。左腕から放たれたボールは一度浮き上がるような軌道を見せ、その後に急降下。打者は体を引き、捕手の田口氏も一瞬、腰を浮かしてしまうほどだった。あまりの落差、切れ味にファンも大興奮。コメント欄には、これは開幕投手あるで。某球団に FA で取られるかもしれない笑み、現役並みのカーブですね。ブレーキ効いてるなど、称賛のコメントが並んだ。フルカウント編集部。